はい、というわけで皆さんこんにちは、サラキングでございます。今日は2022年5月30日の月曜日ということになっております。とで、今日は劇場に来てるんですけど、まあ皆さんもご存知の通り夢中ライブ公演がございます。とで、つい先日ですね、多分28日からだったでしょうか、 NAB 劇場の座席の配置が変わっております。今まではまあその番号がいい順にですね、まあ前の方やったりとかそういう風な感じだったんですが、どうやらこの28日、まあ2日前からですね、からその座席の方が退場時間にその番号が、まあ前の方なのか後ろの方なのかっていうのが分かるっていう仕組みに変わったみたいです。そう、まあそれの公演に私、まあもちろんね、その2日間東京にいたもんですから、まあ、参戦したことがなかったので、この度初参戦させていただくということになりました。で、まあそれの検証も込み でそしてまあ今回は夢中ライブ公演が久しぶりにチーム N フルメンが揃うと、まあ初日以来でしょうかね、揃うということなので、まあそれもちょっと貴重な公演になるだろうから見てみたいなという思いになったわけでございます。とで、まあ私入場権利の方もまあ今回使わせていただいて、まあ入らせていただこうということにしました。というわけで今回の動画はですね、この NMB48 劇場の新たな制度が一体どんなものなのかをちょっと体感しに行こうと、そしてまあ、このなぎちゃんもいるフルメンのチーム N 夢中ライブ公演を楽しんでいこうではないかという動画になります。皆さんぜひとも、こんな感じなんだというふうにね、この動画見て思っていただけると嬉しいかなと、そういうふうに思います。それでは本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いします。ショーマンが終わった寂しさがね、ナンバも、響いているのか、すんごい大量のね雨が、雨粒が降ってるわけなんですが、はい、今日はねこの劇場で、まあ、先ほども言いました通り夢中ライブが行われるということでございます。と出演メンバーはさっきも言った通りフルメンです。とで、そして今回は番号がさっきも言った通りも、さっき言った通りを繰り返してるんですけどね、バラバラ、どの番号が前に来るのかとか、それが全くわからないということになっております。今までね番号を捨ててたんですけど、もうお見せしようと思います。はい、今回143番です。これが一体どの位置に来るのか、これがねちょっと今回楽しみでございます。非常に見物でございます。と、そういうところでしょうかね。それではそろそろ NAB48 劇場の方に入っていきたいと思います。もう会場は始まってるっぽいので行かせていただきたいと思います。さあ、果たして私どのあたりの座席なのか楽しみです。それでは行ってきます。はい、というわけで出てきてまいりました。結果なんですけど、さっきの143番はですね、前から3列目の左から3番目でございました。と、まあ、普通の143番っていうのを考えますとかなり、いいところで、いただけたんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、先ほど入場権利でっていうのを言ったっけ、ちょっと覚えてませんけど、入場権利で今回入らせてもらっているんですけど、入場権利の人も、関係なくこうやってシャッフルがなされます。まあ、かつてはね、入場権利の人は指定席で、指定席っていうか、ね、その順番通りに所定の場所に座るって感じで、あとはまあ自由席って感じだったと思うんですけど、まあ、それは関係なく入場権利の人もごちゃ混ぜで、最善になるかもしれないし、最高列になるかもしれないっていうような感じでございました。いや、ほんま、なかなか面白い試みといいますか、直前までわからないというこの、ドキドキ感、ワクワク感、このワクワク感というのはかなりいいものがあるんじゃないかなと思います。で、これが今回の写真ですね。いや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 、なかなか鏡面でございます。まあそれはね、あの N の夢中ライブ公演の初日メンバーということになりますんで、いやー、いいですね。あれも見に行きたかったんですが、まあ本当スケジュールがなかなか合わなかったっていうのとね、まあ、やっぱ歩み出したばっかっていうところもあったんでしょうけどね、まあ、あの貴重なメンバーでの声も見に来たかったわけですが、まあ、逆に言うと、ね、この初日のメンバーがこうやってフルメンで揃うっていうのはなかなかないと思うんで、まあ、特になぎちゃんがねやっぱ忙しいと思いますから、でそのメンバーで、このメンバーで見ることができたっていうのは非常に嬉しいなと思います。
いやー、なみちゃん、今日も可愛いですね。で、日替わりの方ももちろん今回も買わせていただきました。まあ、なぎちゃんがこの中にいてるっていうのもまあ貴重なんじゃないかっていうところでいいですね。今日も結構鏡面だなって彼見た瞬間思いましたけど、いや可愛いな、みんなマジでね、いや言葉を失います。というわけでね、まあこんな感じで、まあ、劇場公演はお届けされております。前の方が良かったっていう人もいると思うんですけど、僕は正直どちらでも楽しめると思いますんで、これからも変わらず劇場公演たくさん行けたらいいなと思います。それではこのイエスシアターナンバーグランド花月を横目に帰っていきまして、道具屋辻もありますね、酒どころアイピもあるわけですが、今日はねそのこの外でエンディングを迎えたいと思います。はい、それではエンディングです。はい、というわけで、本当にね、今回は、楽しい公演となりました。サウスロード千日前ハーサちゃんですね、いや何言うてんねんって話なんですが、まあ、こんな感じで公演も楽しむことができましたので、またこうやって行けたらいいなと思います。まあもう関係なく僕は行くと思いますんでね、ぜひともこれからも、まあ、行くたんびというかね、行く時には動画にすることができればいいなというふうに思っております。ではでは、このココナちゃんを横目に、ココナちゃんじゃないんですけどね、ゆみちんと今回の動画はこの辺りで締めさせていただきたいというふうにでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、 NMB48 の、劇場公演が新しく生まれ変わった、まあ、生まれ変わったって言ったらいいでしょう、そういった新たな制度が導入されてから初めて参戦させていただきました。そして N のフル面見ましたよっていう内容でございました。本当にね、心の底から楽しかったので、直前まで分からへんっていうのも面白いと思うんでね、ぜひともどんどん、チャレンジというか、公演入っていってほしいなと思います。それでは、この写真とそして、このスポンサー企業2企業違うんやけどねをバックにして締めくくっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はここまででご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。